皆さんこんにちは。大変お久しぶりのレッスン動画となります。今日は、過去にも何回か話してきたんですけれども、楽器をどの位置に置くか、その、最新版をご紹介したいと思います。今日はですね、さまざまな大きさの、形状もいろいろな楽器3つを用意して、それぞれでどういうふうに体のどの位置に置けば弾きやすくなるかというのを説明していきたいと思います。皆さんお持ちの楽器それぞれ大きさ形違うと思うんですけれども、おそらくどの楽器でも、適切な位置を見つけられるんじゃないかなと思っていますので、最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。ではまずこの一番、オーソドックスな大きさで、ピアノ式の楽器から始めていきたいと思います。通常何か物を持つという時に、人は普通は体の真ん中でこういう風に持ちますね。これが一番安定してますし、負荷も少ないので、これは本当に当然のことなんですけれども、アコーディオンの場合それが少し問題になる点なんですね。で、どこで持つかを説明する前に、一つ皆さんに覚えておいていただきたいというか、一度確認していただきたいのが、この楽器というのは動くところと動かないところがあります。で、そういう楽器ってすごく珍しいので、おそらく他にあまりないかなと思うんですけれども、一つ確認ゆっくりしていきたいと思いますね。で、まず動くところというのはこの、ここが蛇腹と呼ばれているところです。蛇腹のこの際から、こっち側全部動きますね。なので、ほぼ楽器の左半分が全て動く楽器です。反対に楽器のこちら側ですね、右側は、動きません。動くのはあくまでもここから左方向にだけ動く楽器になります。で、当たり前じゃないかなと思うんですけれども、これが意外と厄介で、中にはなんとなくですけど、こういうふうに蛇腹の真ん中あたりから左右に動くみたいなふうに体を使ってしまってる人もいますし、そうすると楽器の本来動く方向とちょっと逆行してしまうみたいなところがあるので、ここはしっかり押さえておいてください。楽器はアコーディオンの場合はこの蛇腹の際から左方向に向かって動いていって、でまた戻ってくるという動きをします。そしてさっき冒頭で言ったように、私たちが物を持つ時というのは体の正面で持とうとしますね。安定して持とうとすると体の正面で持とうとします。ただしそれは動かないものという前提があります。で、この楽器のように半分動く楽器の場合というのは、ここからは私の考えなんですけれども、動かないところを体の正面で持って、動くところを安定して持とうとしないというのが、コツになります。ですので、この右側の部分ですね、この右側、今ちょうどこのロゴがありますけれど、この、このラインからこちら側、これが動かない部分です。この動かない部分を自分の体の正面で持つ。そうすると、目安としてはこの幅がありますよね。この動かない部分の幅のちょうど真ん中、この辺ですかね。
この楽器でいうと、まあ、鍵盤のこの際ぐらいですかね。このライン、この動かない部分のちょうど真ん中が私の体の真ん中に来れば、この右側部分が体の正面にあるということになります。なのでこの辺でしょうかね。肩のラインとか、鼻筋とかと比べてもらって、鏡見ていただいていいので、このこっちはないと思って、この部分、この右側ですね、右側が体の正面にあるかどうかを、チェックしてみてください。そしたら、あ、この位置だなっていうのが分かりますね。で、これに合うようにベルトを、長さを調節します。まずちょっと、じゃあ今調節する前の状態で持ってみますね。普通に持ってみました。そうすると、今このベルトの長さだとちょっとわずかに右に来すぎてるのが分かりますか。先ほどちょうどこの右側の真ん中ラインっていうのは鍵盤の際ぐらいですねって話したと思うんですけども、これが、私の鼻はここにあるので体の中心がここだとすると、若干本当に 2,3 センチですけれども、こっちにずれてます。で、こっちにずれるとですね、例えばここが邪魔になって、例えばこう乗せたくなったりとか、まあ、乗せないでぐっと足開いてもいいんですけど、このね、右肩がちょっとこう窮屈になるんですね。で、まあ、この窮屈さっていうのはある程度引き慣れないとわからないことの一つだと思うので、まあ、初心者の方にはなかなか気づくのが難しいかもしれません。なので、とにかくこの今だとこの鍵盤の際が体の真ん中に来るようにベルトを調整してみましょう。今だとこの右ベルトがちょっと短くので、ちょっと伸ばしてみますね。ちょっと伸ばしてみました。伸ばすと楽器を左に動かせると思うので、こういう風に左にずっとこうスライドさせてみてください。で、今度はこうすると左に寄った分左ベルトが緩くなりますので、今度左ベルトを今度は短くします。右で伸ばした分と同じだけ短くすると、まあ、ちょうど良くなるかなと思います。さあ、どうでしょうか。こんな感じかな。で、大体この際が、鼻の下、ちょっとこの辺ですねに来たと思ったら、こう構えてみて、どっかきつくないかなってこう見てみてください。で、この左右の位置が決まったら、できればこうやってドーンって起こしてあげて、左のももに全部ドーンとこう面で乗せるようにしてもらった方がいいと思います。金具かなんかに当たって痛い場合は少し外して、どちらかに外してもらったらいいですけれども、上から乗せると割とこう当たりが弱くなると思うので、そこはちょっといろいろ試してみてくださいね。こういう感じです。なので、まず、覚えていてもらいたいのが、右側を安定して持つことを優先してください。で、動く左側を持とうとしないというのがあって、例えば足をこういう風にですね、左足ですね、左足をこの左の動くところの下に置いて引いちゃうとですね、この蛇腹の動きをちょっと邪魔することもありますし、体が大変こう動きづらくなるので、動く部分を支えようとしないというのも一つ大事なポイントです。だから私はだいたいこの、蛇腹の際ですね、右と
右側と蛇腹の間、これの下あたりに足が来るようにしています。ここがまあ大体楽器の重心でもあるので、ここに乗せていただいて、蛇腹がスーッと外側に動きやすい状態にしてあげるといいかなと思いますですね。では、今度はちょっと大きなボタンアコーディオンでも試してみましょう。はい、では今度は、フルサイズ120ベースの、かなり大型の、楽器で試してみたいと思います。先ほどと同じ要領でいくと、ボタンアコーディオンなのでこの高さはあまりないんですね。あとここの鍵盤、さっき鍵盤でしたけど、ここもピアノ式に比べるとこうちょっと短いので、目安としてはここからここまでの幅のちょうど真ん中なので、この辺りですかね、この角ぐらいかなですね、と思っていただいていいと思います。大体で大丈夫ですね。この角が私の鼻を通っている真ん中ラインに来るように、この辺にあると右を安定して持つことができます。じゃあこれもちょっとベルト調整してみたいと思います。今そのまま調整せずにつけてみますね。一見どうですかね、よさげかな。ちょっとほんの少し右に寄ってるんですね。本当にわずかな、もう本当1センチいかないぐらいの差なんですけれども、これがもうすでにちょっと弾きにくいんですね。私としてはもうちょっとここにあってほしいかな。やっぱりこれが真ん中に来るぐらいですね。ここのカードが自分の鼻のラインに来るぐらい。そうすると楽器をこうやってその位置に持ってきた時に、弾く体勢をとってみるとここが若干グッと引っ張られてる感じになるので、こういう風に引く体勢をとって確認するのがすごく大事です。例えば今こう手がこうなってたら何にもこれ張らないので別に大丈夫かなと思うんですね。だけどいざこうやって引こうとした時にグッとこのベルトが張る感覚があると、例えば右肩を後ろからグッと引っ張られる状態になるので、これはすごく右に負担がかかるんですね。だから、位置を調整してベルトをかけて引く体勢をとってみて判断をしてみてください。でこれもちょっとこっちが短いので、これはここでちょっと長くしてみたいと思います。一つ穴を長くしました。さあどうですかね。少しこれで構えた時のここのグッとこう持ってかれるような感じがなくなったのと、楽器はちょうど真ん中に、来る感じになりました。でこうするとやっぱちょっとこっちが緩いので、右を伸ばしたらだいたい左は詰めた方がいいと思います。ね、ここからここの長さですねを鏡で見ていただいて、でこの半分、ちょうど半分が自分の鼻のライン、体の中心ラインを通っているかで構えてみて、どこもきつさがない、ゆるさがない状態にしてもらって、でこれでセット完了ですね。かな。でこれもこう斜めに置かないでまっすぐボーンと置いてしまいましょう。まっすぐボーンと置くっていうのはこの右側を安定させるためにもすごく必要で、斜めになってしまってるといくら楽器の位置がいいとこにあってもこの下が安定しないので、ね、斜めの状態の上に乗っちゃってると下が安定しないのでぐらつきます。なので必ずこう面を乗せてあげるですね。
で、こことあと右胸にグッと当ててきて、右側ボディを安定させるっていう感じです。さあ、じゃあ最後は、一番小さな楽器で試してみましょう。はい、じゃあこの本当に小さくて可愛い、まあ子供用の楽器なんですけれども、例えばお子さんの楽器の位置を決めるときにもすごく便利な目安になると思うので、これもちょっとやってみてください。楽器は小さくても全く同じです。動くところと動かないところに分けて考えるね。動かないところと動くところです。でアコーディオンである限り必ずこういうふうに分かれます。で動かない、ここですね、動かないこの部分を体の真ん中で持つので、この場合はそうですね、どこが真ん中かな、だいたいこの幅の真ん中だから、ちょうどこの蛇腹止めがついてるところあたりが体の真ん中、この右側の部分の真ん中っぽいですね。こういう目安を作っておくと合わせやすいと思います。でこれがちょうど私のこの辺に来るように、こういう状態になるといいかな。で、大人で小さな楽器持っている方の場合は、まあ膝にもう乗らない方も多いと思います。これも、膝に乗せるにはちょっと無理がある大きさなので、浮いちゃう状態になると思うんですけれども、一回持ってみますね。さっき言ったようにこのベルトの、蛇腹止めを、まあ、止めておくところ、これが私のちょうど真ん中ラインに来るようにしてみてください。こうですね、こんな感じですかね、うん、でこの高さは、まあ、あんまり高いと窮屈になるので、このぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。肘の、ま、曲げというかな、高いとこうなっちゃうので、まあこの無理のない高さにしてみてくださいですね。でこれはちょっとさっき調整したので、ベルトはこの長さで私はいいと思います。ですね、必ず、構えてみて、まあ弾いてみるですね。で、きつさがないかな、肩がぐっとこう前に持ってこられるようなことがないかなとか、こうゆるさがこう ずり落ちるぐらいゆるくないかなとか、そういうところを見てください。一つ穴違うだけでずいぶん違うので、なんていうか、そこはあまりアバウトにならない方がいいですね。ピタッとしてここかなっていうところがあるので、そこにちゃんと来るようにベルトの調整は、やってみてください。なので大きな楽器を持った時と小さな楽器の場合で随分見た目の印象が変わるというか、位置がすごく変わったように見えるんですけれども、基本的な考えとしては一緒で、この右側が体の正面に来るようにする。で動く左側をこう安定して持とうとしないっていうのが、今回の一番の、ポイントになりますので、そこをぜひ覚えて、皆様のご自身の楽器で試してみてください。今回の動画はここまでとなります。次回ちょっといつになるかなと思いますけれども、このポジションで今度は左右のバランスを、考えてみましょうという動画も次考えておりますので、そちらまたお楽しみにしておいてください。最後までありがとうございました。